こんなでかい城を作ったんだ。高いところから見て支配者にでもなったつもり？さて、王様に呼んでもらおうかね、我が弟の魂を。ここで何をしている？ああ、あんたが王様か。警備隊のものではなさそうだな。目的は何だ？やっと会えた。武器召喚、お前一体？王家のものならよく知ってるんじゃない？はっ、旗木かさあ、ルシスの血は今日で終わりだ。踊れ。これはどうだ。アダギングだと言うなら王の名にかけて封印する。セラムの血を引く者、少しは楽しませてくれよ。行くぞ。どうだ。
どうした？まだ終わりじゃないぜ。第一魔法衝撃。なぜそれを？歴代の王の魂が宿ってるんだって。出してくれよ、その第一魔法衝撃ってやつ。話したいんだよ、初代の王様とさ。出てこい、ソメルス。早く来ないとこいつが死ぬぞ。あれ、死んじゃった？しまった。ちょっとやりすぎたか。さあ。久しぶりだな、弟よ。全てはお前の仕業。俺を歴史から消し去り、アダギウムという化け物として封印した。死骸に憧れたものを王にはできない。まだ終わらない。再び闇へ帰ってくれ。やっはっは、最高だ。なんてな、大きな人形に入ってるなんて、卑怯者のお前らしい。さあ始めよう。ああ、おしまい。なんという力。汚れし力がここまでとは。よっ、行け。俺の判断は正しかった。兄上はやはり化け物だ。バカ冗談だ。化け物はお前だろ。まだ終わらねえ。俺は兄上が妬ましかったのかもしれない。神が与えたその力、人を救う力が。はあ、何を今さら。俺には何も与えられなかった。どんなに求めても俺には。だから奪ったのか、俺の未来を。死骸はやはり消すべき存在であり、兄上は王になるべきではなかったと。全部ただの言い訳だ。罪を償え。こっちだ。
したが、ルシスの人の未来を守るためだった。世界のためなら犠牲はつきものだと。ああそうだ、俺たちは使命に従い長きにわたり人を守ってきた。そうか、今ではお前たちの方が神の使徒か。許されるはずもないがすまないことをした。はあ、どこまで独りよがりなんだお前は。ふざけるな。もう安らかに眠ってくれ。神がなぜ邪魔をする。王を殺すのはお前の使命ではない。お前の使命は世界に闇を広めること。闇？ルシス、やがて真の王が生まれる。真の王は人々の希望となり闇を払う。お前はその権威、真の王とは何だ？生贄とはどういう意味だ？真の王が覚醒した暁には歴代の王の力を結集し、お前を使命から解放するであろう。その時こそ王家の血筋は全て絶え、お前の復讐も完成する。それは定められし運命。俺は救世主ではなく闇をもたらす者。その真の王とやらに殺されるためだけに生きているだと。それが神が与えた運命だというのか。死ぬこともできず、永遠に闇の中で一人生き続けることを意味する。それでも運命やらぬか。そんな力をくれと頼んだ覚えはない。俺は神のクグスにはならん。愚かな。人が神に逆らうか。人だと？違う、化け物さ。俺は俺の道を生きる。ちと闇にまみれようとも。つくづく。死にや幻に用はない。
エイラ、もう十分だ。なんだ、支えようと従う気はない。神々も歴代の王も全て真の王のために尽力するだろう。運命に抗うなど無駄なこと、全ては導かれている。人がそうと気づかぬだけだ。人は神の庇護のもとで生きる以外の道などない。邪魔をするなら再び立ちはだかるまで。俺は生きているのか、死んでいるのか、それとも俺は認めん。神も真の王も俺は生きる。闇を広め真の王を導き殺す。そして全てを絶望という闇で塗りつぶしてやる。
残念なお知らせです。お前に座る資格はない。そこは王の椅子だ。